リントです。ちょっと静かに見ております。今何が起きてるかというと、ルフとロペが交尾をしてますね。ちょっとすごい静かにって感じなんですけれども、あんまりなんか映すべきじゃない気もするけど、あ、終わった。で、交尾をした後に自分の股のところをロペが舐めてるね。今出てきたと思ったら、ルフの上にですね、ロペが乗っかってマウントを取っていて、で、ただマウントを取っている状況ではあったんですけど、なんかルフがむしろ誘っているような感じだったんですよね。で、多分開けたところに来て、ま、あのシェルターの中だとね、狭いので2人は入れるけど、こう広くはねないのでっていうので、おそらく開けたところにわざわざ出てきて、で、まあ、マウントを取られたというかよりはマウントを取らせたに近かったのかな。そこはねちょっと動画で抑えれなかったんですけど、あのゆっくり今ここに近づいてきたので、で、まあ、パソコンね、こっち今作業してないんですけど、今髪乾かしてて、そこでね髪乾かしてる時にチラッと見たらガサガサって出てきてて、で、なんかロペがねいい体勢をとっていて、で、ルフがそれを受け入れていて、気がついたら交尾が始まっていて、で、今終わったみたい。交尾ってそんな長くないのかな、レオパの交尾って短いのかな。マウント取ってここに私が来るまでの時間で行くと全部で5分から7分ぐらいかな。で、取り始めて、まあ、ここまでねゆっくり近づいてきたので、私音を立てないようにで動画を回してすごいちっちゃい声で喋っててだったんだけど、短いのかな。で、ロペがねしっかり自分のお股のところをなめなめしてだから、おそらくあれは交尾が終わったんだろう。どうなんだろう、ちょっと交尾に関してのところはちゃんと調べてないから、ちょっと後で調べてみましょうかね。珍しいところが取れましたね。もしね卵が生まれてしっかり卵をね孵化させてあげれたら、こっちの方のねこのこの間までサニーをね一旦入れていたケージの中に入れて飼育していこうかなと思ってます。どんな感じなんだろう、ちょっと不思議ですね。ちょっとまだその交尾に関する部分がねちょっと分かりかねちゃうところなので、なんともですけど、あのフクロモモンガは交尾がね結構長いんですよ。まあフクロモモンガも同じようにマウントを取って、あのオスがメスの上に乗っかるっていう形、まあそれに関してはまあどの生物だろうと一緒だよね。人間もそうだしね、あのその交尾っていう部分で考えるとね、マウントを取る形が多いでしょ。人間はちょっとそれをね娯楽としての部分があるからちょっと違うね、あのマウントじゃない部分もあるけれども、でも基本的には生物学上ね、あの子供を産むっていうところで考えると、まあ基本オスがマウントを取り、まあ交尾をし生まれていくっていうのが自然な流れではあるので、まあ、ちょっと違うのは両生類とかねはちょっと違うけど、両生類に関してはあの体外受精だから、あの卵にね
精液をかけていくっていう形になるからね。まあ体内受精するのもいるのかな、ちょっとそこまで詳しくないな。まあでも基本的には体外受精だから、まあ魚もね体外受精のやつと、まあ中で育ててくっていうタイプもいるよね。あの子育てをちゃんとしてから、子育てをしてからっていうか、お腹の中で成体までなってから外に出す、卵のまま出さないみたいなのもいるからあれだけど、うん、ちょっと不思議な光景が撮れました。果たしてどうなるのか、まあこれからに期待しましょう。うん、あらすごい気持ちよさそうにバスキングしてる、いいね。まあそんな感じでございました。はい、ちょっとどうなるか楽しみでございますね。ということで本日の動画は以上となります。よろしければチャンネル登録、高評価、そして各種 SNS ですねやっておりますので、よかったらそちらの方のフォローもお願いいたします。また過去にたくさん動画上がっておりますので、よかったらそちらの動画もご覧ください。ということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。ということでリントでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上リントでした。バイバーイ。